オルトロスの犬、運命的な出会い。滝沢秀明と錦戸亮の対決が描く壮絶な物語。神の手を持つ悪のカリスマ VS 悪魔の手を持つ天使の心。オルトロスの犬、見逃せない名作。オルトロスの犬というドラマは、二人の対照的なキャラクターの運命的な出会いとその後の物語を描いています。滝沢秀明が演じる龍崎は、すべての病気を治す。 神のの手を持つ悪のカリスマとしてて描かれています一方、錦戸亮が演じるヘキーは、人を殺す、悪魔の手を持ちながらも、天使のように優しく繊細な心の持ち主です。この二人が出会うことは決して許されない運命にありながら、物語は彼らの複雑な関係性を中心に展開していきます。ドラマの人気は、その魅力的なキャストだけでなく、緊張感あふれるストーリー展開にもあります。 滝沢秀明と錦戸亮の演技は、多くの視聴者に深い印象を与えました。特に龍崎のキャラクターは、その不敵な笑みや強烈なカリスマ性で視聴者を惹きつけます。あんたは俺に何をしてくれる、というセリフは、その象徴とも言える瞬間です。滝沢の存在感は、画面越しでも強烈に伝わり、多くのファンがその魅力に引き込まれました。一方、壁のキャラクターは、 その繊細でで優しい性格が魅力です人を傷つける力を持ちながらも、その心は常に他者を思いやる優しさにあふれています。錦戸亮の演技は、ヘキの複雑な内面を巧みに表現し、視聴者に共感と感動を与えました。この二人のキャラクターが織りなすドラマの世界は、単なる善悪の対立を超え、人間の内面の葛藤や成長を描いています。ドラマの配信が開始されると、 多くのファンから感謝の声が寄せられました。SNS には、タッキーはイケメン永遠のアイドル、錦戸亮とタッキーの共演が最高といったコメントがあふれ、再び2人の魅力に浸るファンの姿が見られました。特にプライムビデオやユーネクストでの配信は、多くの人々にとって待望の出来事でした。配信ありがとうございます、見放題で楽しめるなんて最高といった感謝の声が数多く寄せられました。このドラマは、 その深いテーマ性とともに、現代社会における人間関係や道徳観を問いかける作品です。善悪の境界が曖昧になりつつある現代において、この作品は視聴者に対して、本当の善とは何か、悪とは何かといった根源的な問いを投げかけます。竜崎と碧イの関係性は、その問いに対する一つの答えを提示しているとも言えるでしょう。例えば、竜崎が持つ、神の手は、 一見すると素晴らしい能力のように思えますが、その力がもたらす結果は必ずしも善とは限りません。同様に、壁尉の悪魔の手は、その力が他者に与える影響を考えると、単純に悪と断じることはできません。この2人の対照的な能力と性格は、視聴者に対して、本当の善悪とは何かを深く考えさせる契機となります。また、ドラマの中で描かれるさまざまなエピソードは、 現実の社会問題と密接に関連しています例えば、医療の現場での倫理的な問題や、個人の能力と社会への影響についての議論などが挙げられます。龍崎の神の手を利用した医療行為は、現代の医療技術の進歩とその倫理的な側面を考えさせられます。さらに、碧の悪魔の手がもたらす恐怖とその救済の可能性は、人間の内面に潜む恐れや希望を象徴しています。 このように、オルトロスの犬は単なるエンターテイメントにとどまらず、視聴者に深い思索を促す作品です。物語を通じて描かれるテーマは、私たちが日常生活で直面する様々な問題とリンクしており、そのメッセージ性は非常に強いです。リュウザ崎とヘキイの運命的な出会いとその後の物語は、視聴者に対して、自分ならどうするか、本当に大切なことは何かといった問いを投げかけ続けます。 さらに、このドラマの成功は、視聴者の共感を呼ぶキャラクター造形にもあります。竜崎の冷酷さの中に潜む人間らしさや、ヘキーの優しさとその葛藤は、誰もが持つ二面性を象徴しています。視聴者は彼らの姿に自分自身を重ね合わせ、物語の中で自己を見つめ直す機会を得ることができます。また、ドラマの美しい映像と緻密な演出も、その魅力の一つです。 シーンごとに描かれる細やかな表情や風景は、物語の世界観をより一層引き立てています。特に、竜崎と碧井の対話シーンは、その緊張感と感動が見事に表現されています。視聴者は、彼らのやり取りを通じて、物語の真相に引き込まれ、共感と感動を味わうことができます。オルトロスの犬は、その深いテーマ性と魅力的なキャラクター、そして緻密な演出によって、 多くの視聴者に愛される作品となりましたこのドラマを通じて私たちは本当の善悪とは何か人間の本質とは何かといった根源的な問いに向き合う機会を得ることができますそしてその問いに対する答えは視聴者一人一人の心の中に見つかるかもしれませんこのドラマの魅力は単に視覚的な美しさや演技力だけではなくその物語が持つ哲学的な深みと社会的な意義にもあります オルトロスの犬は善悪の境界が曖昧になりつつある現代社会において視聴者に対して根源的な問いを投げかけます。竜崎とヘキイという2人のキャラクターはそれぞれが持つ得意な能力を通じて人間の本質や倫理観そして社会における役割について考えさせられます。竜崎の神の手はすべての病気を治すことができるという一見素晴らしい能力ですが その力がもたらす結果は必ずしも善とは限りません。龍崎の行動は、しばしば利己的であり、その力を利用して自己の目的を達成しようとします。このような描写は、現代の科学技術の進歩とそれに伴う倫理的な問題を反映しています。医療技術の進化がもたらす可能性とリスク、その利用方法についての議論は、現代社会において非常に重要なテーマです。一方、 キ莉の悪魔の手は、人を殺す力を持ちながらも、その心は常に他者を思いやる優しさにあふれています。彼のキャラクターは、人間が持つ内面的な葛藤とその解決の可能性を象徴しています。キ莉の存在は、私たちが持つ恐れや不安、そしてそれを乗り越えるための希望を示しています。彼の行動や選択は、視聴者に対して、自分ならどうするか、といった自己反省を促します。 ドラマの中で描かれる様々なエピソードは、現実の社会問題と密接に関連しています。例えば、龍崎がその力を利用して医療行為を行う場面は、現代の医療技術の進歩とそれに伴う倫理的な問題を考えさせられます。さらに、壁位がその力を制御しようとする努力や、それに対する周囲の反応は、人間の内面に潜む恐れや希望を象徴しています。これらのエピソードは、 視聴者に対して、本当に大切なことは何か、自分自身の中にある善と悪をどう捉えるかといった問いを投げかけます。また、ドラマの美しい映像と緻密な演出も、その魅力の一つです。シーンごとに描かれる細やかな表情や風景は、物語の世界観をより一層引き立てています。特に、龍崎と碧井の対話シーンは、その緊張感と感動が見事に表現されています。 視聴者は、彼らのやりとりを通じて、物語の真相に引き込まれ、共感と感動を味わうことができます。視聴者の中には、このドラマを通じて自分自身と向き合い、新たな発見と感動を得ることができた人も多いでしょう。オルトロスの犬は、その深遠なテーマと魅力的なキャラクターを通じて、視聴者に対して多くの問いを投げかけ続けます。そして、その問いに対する答えを見つける旅は、 視聴者自身の成長と発見の旅でもあります。このドラマを視聴することで、私たちは自分自身の中に潜む二面性や葛藤を見つめ直し、より深い理解と共感を得ることができるでしょう。オルトロスの犬は、その深遠なテーマと魅力的なキャラクターを通じて、視聴者に対して多くの問いを投げかけ続けます。そして、その問いに対する答えを見つける旅は、視聴者自身の成長と発見の旅でもあります。 このドラマを通じて、私たちは、本当に大切なことは何か、自分自身の中にある善と悪をどう捉えるか、といった問いに向き合うことができるでしょう。そして、その問いに対する答えは、視聴者一人一人の心の中に見つかるかもしれません。オルトロスの犬は、その問いを通じて、私たちに深い思索と感動を与え続ける作品です。視聴者の皆さんも、このドラマを通じて自分自身と向き合い、 新たな発見とと感動を得るることができるできしょうそしてその発見と感動が私たちの日常生活に新たな視点と気づきをもたらしてくれることを願っています。「オルトロスの犬は」はその深いテーマと魅力的なキャラクターを通じて私たちに対して多くの問いを投げかけ続ける作品です。そしてその問いに対する答えを見つける旅は視聴者自身の成長と発見の旅でもあります。 このドラマを通じて、私たちは、本当の善悪とは何か、人間の本質とは何か、といった根源的な問いに向き合う機会を得ることができます。そして、その問いに対する答えは、視聴者一人一人の心の中に見つかるかもしれません。おルトロスの犬は、その深淵なテーマと魅力的なキャラクターを通じて、視聴者に対して多くの問いを投げかけ続けます。そして、 その問いに対する答えを見つける旅は、視聴者自身の成長と発見の旅でもあります。最後に、このドラマを通じて、私たちは自分自身の中に潜む二面性や葛藤を見つめ直し、より深い理解と共感を得ることができるでしょう。オルトロスの犬は、その深遠なテーマと魅力的なキャラクターを通じて、視聴者に対して多くの問いを投げかけ続けます。そして、その問いに対する答えを見つける旅は、 視聴者自身の成長と発見の旅でもあります。